靴下マジ臭くなくて。匂いますか？いや、やだ、やだよ。え、マジで臭くないですよ。はい。いや、それはしょうがないから。はいのトーン、ちょっと怖いって。え、マジで臭くないから。大丈夫。はい、え、本当に臭くない。臭くないんかい。本当に臭くない。女子って結構さ、ブーツ履いたりするからさ。脇は臭い時あるんですけど、靴下はあんま。脇は臭い時ある。え、たまになんか汗とかかいたら。あ、そうか、だってお風呂嫌いなの。お風呂大嫌いです。入らない。お風呂嫌いなのに？そんなに。はい。何のお風呂嫌いなの？毎日入る意味があんまりわからないみたいな。気持ち悪くない？なんかちょっとギトッとしてるなとか。え、なんかそれもなんか一興みたいな。最長どんぐらい入って。でも2日とかですよ。あ、でもまあまあそんなもん。適度に嫌い程度なんです。ドライヤーが嫌いなん で、うん、で靴下が臭くない以上の自慢があるってことでしょ。はい、あります。もう一個の福留さんのあなたのプチ自慢は、はい、同世代の女にめちゃくちゃ嫌われる。そうなの。めちゃくちゃ嫌われます。私結構誰にでもフランクにこう絡みに行ってしまうので、なんかそれがぶりっ子と なんかあざといとか、なんか多分思われがちなのか。そのアイドル時代もなんか先輩に嘘の噂吹き込まれて、まだ話したことないのに嫌われてるとかよくありましたね。だからもう本当に私、女性のファンの方が全然いらっしゃらなくて、 YouTube の視聴者さん 96% 男性なんです。インスタも 97% 男性で、おじさんにしかモテないんだよ。悪い噂っていうのはどういうのがあったの？大から小までいろんなんですよ。なんか怖いです。福留さんが話されたひどい噂っていうお題で言ってみる？行かないですよ。何をおっしゃってるの？一個言ってみる？本当にワリオじゃん。福留みつよの方が流されたひどい噂。めっちゃ生き生きしてますね、顔が。ひどい噂。はい、福留みつほが流された噂はどんな噂？あの大喜利台本らしいよ。これ嫌ですね。でもどこに…たけしさんじゃん。え、リアルたけしメモ知らないよ、たけしメモ。たけしメモを自然にやったんですよ。これ嫌ですね。これ嫌ですか？これ嫌ですね、これ本当に。ちなみに、どこ行っても言われます。へぇ、ますね。で、実際にあんまり仲良くなかったメンバーが、あれ大喜利台本っぽいよねって言ってるっていう噂も耳にしたことがあります。でもこれでほら証明されたじゃん、はい、今ここで俺が言ったことでね、書いたわけだから、はい、そう、本当に台本じゃないですよ。台本だったらこんなに苦しまないもんな。本当ですよ、佐久間さんのせいで流した涙数知れないですよ。そんなことないだろ。